マース、たわごとのリリの頭がちょっと見えてるの巻です。はい、早速ね、ご質問の方からお読みしたいと思います。マースさんにお尋ねします。たわごとクエスチョン。偽りの自我、妄想の部分、自我、部分自我の向上を、自我の恐れで強く望むとき、より若たれを強めてしまい、人生を台無しにしてしまうということについて深く知りたいのです。立派な方ですね。そんなこと知りたい人少ないですもんね。お話ししてくれませんか。はい、これ人類が一番難しいところですよね。この分、まあ、エデンから出て知識の果実、知識の果実で自我ができるんですよ。で、自我ができますと自と他という分裂が起きるんですね。本当は万物すべてが自分であり、五感があるからここまでって思うだけでね、五感がないとね、宇宙全部が自分になっちゃうんですよ。あと言葉でこの未知なるとてつもない世界に名前をつけていきますね。山とか川とか。で、これでまた川と山は別個のものだというふうに思うんですね。まあ、だからその若たれって見えると、でその若たれ五感と言葉で名前もつけて自分という自我が3歳4歳にできる。これは実体は万物の部分ですよね。神の部分と言ってもいいし、創造主の部分と言っても、言いたい人が言えばいいですね。科学的には素粒子的には全部つながってますが、ある部分、ここからここまで、素粒子の一体の素粒子のここからここまでを私と呼び、名前をつけるんですね。で、自我が生まれる。そうだと思い込むということですね。自分っていうね。で、自分と他。で、これが全ての、聖書にあるように、知識の果実、善悪、これが、まあ、全てですね。善とか悪っていうのは、蛇にとってとかね、ゴキブリさんにとってとかね、セミさんにとってとかって部分にとっての善とか悪になるんですね。万物全体としては全てを超えているね、神様というかね、の作った世界、神の夢、創造主の夢、要はシディですね。で、作られた言葉によって作られた、要はスートラによって作られた世界だ。一体の世界、神秘の世界ね、そういうことが見えてきますね。量子力学的に見ていくとね、科学で見ていくと、新しい科学とかね、一体なこと、一体のものをバラバラに名付けてんだな、ね、ないものをあると思ってんだ、山があると思うでしょ。それと同じように自我があると思うんですよ。あれ山じゃないんですよ。木でもないんですよ。湖でもないし、海でもないんですよ。そう呼んでる、名付けただけなんですね。だから万物一体の未知なる神秘なる世界に名付けただけ、自分も名付けただけ、自分と、これ自我ですね。だから自分と他があると信じる、これがあらゆる戦争、戦い、自己拡大、自己保全の状況ですね。で、この偽りの自我、妄想の部分、まあ部分自我ですね、の向上、良くなりたい、安全になりたい、当然思うんですよ。そうしますとね、その通りになればいいんだけど、これは万物からすると自己拡大、分裂なんですね。
まあ、誤作動ですよ。だからいいと思ってやってるんだけど、自己拡大自己保全で地位や名誉欲しい、偉くなりたい、すごくなりたい、偉い人と結婚したい、すごい人とってね、だからみんな偉い人になったら女にモテるぞ、女にモテる、女にモテるとか言ってね、だから本人はいいことだと思ってやってるんだけど、その野心のために闇に入っていったり、その野心のために悪、犯罪に入っていったりね、してしまうんですよ。だからまあそうするとね、まあうちのお父さんみたいな人たちがね、もうみんな捕まえるぞってね、まあそういうふうになるんですね。だから自己拡大っていうことがね、なんていうのかな、捕まるからいけないんだっていうだけじゃなくて、自己拡大というのは神にとってとか万物にとっては一体なので、誤作動なんですよ。だから目の開いた人たちは、ブッダたちは、無我とかね、自我の終焉とかノーマインドとかね、そういうことを進めるんですね。じゃないと自己拡大して良かれと思って自己を守ろうとか自己を良くしようとか、バカにされたくない、差別されたくない、笑われたくないとか、いろんな気持ちがね、自我はありますよ、子供の時にね、この勝ち負けの世界、競争世界でね。そうするとね、逆になっちゃうんですよ。でこの方が言ってるのは、そのことについてよく知りたいんだと、そうでないと自分が良くなろうと思っても逆になってる感じがするんでしょうね。非常に正確に物事をご覧になってるんだと思うんですよ。でまたね、その自分と呼んでいるこの五感の範囲の中のね、自分がまあそのいい男に生まれたり、モデルの人とかはいいですよね。それで女の人にもモテますよね。女の人も美人さんなら男の人にモテますよね。じゃあそうじゃなかったらどうするんですか。でやっぱり地位や名誉だとか、なんか身につけるんだってこれなりますよね。これ自我っていうのを信じたら絶対なるんですよ。だからありのままを許せないんです。それで塔に登るんですね。で闇に入っていくと、誘われやすくなる。地位や名が欲しい、お金が欲しい、ちっちゃい時に苦労するとね、差別された、馬鹿にされた、よし手に入れるだわーってなるでしょ。これも無理もないところが、それで良くなるならいいんだけど、まあ犯罪的になったりね、闇となっていくわけですよ。だから良かれと思ってね、自己拡大自己保全するんだけど、だからお魚で考えると分かるんだけど、池でね、こうやって池っていうか、どっかの天然の池でね、魚さんたちがいて、餌こうあげるとわーって寄ってくるっていうのは、ハングリーな魚さん来るんですよ。まあうちの父親はね、東京地検を、体感してね、まあ法務省の人だったんですけどね、まあ、出向で行ってたんですけどね、60歳で定年してね、もう何も、もう働きたくないということで、まあ、貧乏でいいということで、伊豆高原の方にね、漁師になるって言ってね、行っちゃったんですよね。でうちのお父さんは漁師になれなかったみたいなんですよ、伊豆に行ってもね、60歳になってからね。でね、釣り人って本にね、名人って言って載ってましたよ。釣りしてたんですよね。まあ釣りが多分好きだったんでしょうね。で うちのお父さん、釣りするとこ、蒔絵とかとかいろんな、そうすると寄ってくる魚さんはね、捕まっちゃうんですよ。だから地位も名誉もいらない、何もいらない、愛のままで素晴らしいっていう人は運が良くなったりね、トラブルに巻き込まれなかったりね、勝ち負けしないでしょ、競争しない、喧嘩しない、
だから顔折られたりね、骨折られたり、お腹蹴られたりね、しないです。でまた人を傷つけることもしないんです。だから無我とかね、私っていう自我意識が薄いと、万物と一体意識が多いと幸せになったりね。でストレスっていうのが、お医者さんたちもね、これがストレスだってよく言うし、まあ医学的にもね、ストレスっていうの大きいでしょ。でね、ストレスっていうのはね、自我によって起きるんですよ。自我がないとね、自己保全とかね、自己拡大がないんですよ。愛のままを許せるんですよね。まあ、ありのままとか大地とかね、遥かとかね、そういうのを若い頃のまあ流行りをね、まあヒーリングということで作りましたけどね。今だからそういう子供の名前が多い大人にもなっててね、今はね、一体だな今は一体、全てが一体であるっていうのが大事ですね。じゃあ一体君っていうのが生まれるかな。まあありのままをね、許すにはね、一体だっていう気づきがいるんですよ。で一体だって気づきがあるとね、病気もね癒え始めたりね、またトラブルが減っていく、安らぎが増えていく、でね、若返っていく、幸せになっていく、至福になっていくっていういいことばっかりなんですよ。無我とかね、自我の終焉、一体への帰還ね、エデンへの帰還ね。でそういうふうにね、みんなが気づいていけばいいなって言って配信してるんですね。みんなが幸せになればいいね。マースのなんか団体なんかないですからね、そんなに入ってもらう必要もないし、買ってもらう必要もないです。なんでかって言ったら、かなりね、普通に豊かに暮らしてますからね。これはずっと続けていけますから、収益なくてもね、大丈夫です。人類が良くならなかったらね、誰も良くならないです。みんなが良くなって初めてね、動物さんやね、鳥さんやね、みんなが良くなって、みんなを思いやってね、それが一体性です。あらゆるものが自分自らである。そうするとね、安らぎが出てね、愛しさが出てね、本当の自分が帰ってきますね、五感を超えてね、言葉を超えて、言葉を失ってね。だから愛へ帰る。でこの答えをマースアンサーが言ってんですね。偽りの自我の向上が、全てが一体であるために、偽りの自我の向上はいらぬことと気づいてもらうことが真の癒しであるのですってね。本当にその通りです。この世界のすべては一体の神秘であるのですから、その時誰もが自然と至福の中に、美しき、運のいいっていうね、人生を生き始めることでしょう。じゃないと破滅に向かったりね、ボロボロになったりね、トラブったりね、苦しくなったりね、他をだって攻め立てたり、他をやっつけたり、他を滅ぼしたりね、他と思い込んでだよ、ね、本当は自らなのに、一体のこの素粒子の世界で他と思い込んで、他を滅ぼして、他をいじめたり、他を支配したり、ね、他を所有したと思い込んだり、うぬぼれたり、過信したり、醜くなってね、いいことあるわけないですね。神を怒らせる、天を怒らせる、自然界を怒らせる、運が悪くなるね、ありとあらゆることがトラブって当たり前ですよね。だって誤作動してるわけだから、素粒子から見たらね、天から見たら、神から見たらね。エデンがそうであったように、万物全てのものが一つのものであるということ、全てが一体であるという素粒子の世界のこと、それを知ること、それが深まれば深まるほどに勝ち負けの恐れが減ってゆき、身も心も
人生も安らぎに包まれ、ね、ストレスが消えていき、素晴らしくなっていきます。本当は一体の中では存在しない自己の向上への野心は、逆に若たれの自我を太らせてしまい、誤作動となってしまい、あらゆるものを醜くしてしまいます。神が嫌うことは何か、自己拡大、自己主張、自己、ね、保全。じゃあどうすればいいの？自己じゃない、万物保全。すべての人を守る。すべてのものを守る。すべてのものを向上させる。ね、すべてのものを愛し、すべてを、みんなを向上させる。それが真の成功の法則、真の繁栄の法則です。じゃなかったら人を滅ぼしたり、所有したり、著作したり、そんなことしたら誰でも一体物ですから、大変なことになってしまいます。そういうことにならないように、みんなね、幸せになってほしいですね。トラブルの人生から愛への幸せの祝福の人生に、みんな変わっていけますように。それではまたお会いしましょう。リリは今ここでおねんねしてるけど、なんかいる？リリ、これ食べる？頭が見えなくなっちゃったよ、リリ。ああ、出てきた。リリ食べんの？食べんのだけは好きだね、リリ。うん、よいしょ、はい、いい子だ。うん、リリかわいいな。はい、じゃあね、またお会いしましょう。お相手はね、たわごとばっかりのたまう、ヒーリングマウスでした。じゃあさよなら、たわごとでした。今日もたわごといっぱい言ったね、リリね。リリはつまんないから寝てました。さよなら、バイバイ、バイバイ、さよなら、バイバイ。Letter from Isaiah. Will of Isaiah. Now on air. Digital distribution start.